皆さんこんにちは、チェーです。今日はこちら、最近気になってるこの商品たちを使って、この本当にね、春っぽいナチュラルな、本当ワントーンメイクみたいなオレンジっぽいカラーでフレッシュに仕上げた本当にナチュラルメイク前回に続いてナチュラルメイクなんだけれども、今回はオレンジをポップさせたメイクです。こちらが気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。はい、じゃあどんどん始めていきたいと思います。じゃあまずはファンデーションから。ファンデーションは今日特に新しいものはないので、いつものシルクルールナージュポーのファインベース UV、 こちらをつけていきます。それをね、この歌舞伎ブラシでつけていってみようかなと思います。これをね、いつも筆送ってくれる6プラスから送られてきたんだけど、新しい歌舞伎ブラシみたいで、すっごい肌当たりが柔らかくて、かなりね、こうギュッてしてる感じなので、ちょっと使うの楽しみ。使ってきます。うん、すごい使い心地も柔らかいし、普通の歌舞伎ブラシよりもなんかちょっと結構ね、まるんとしたコロッとした構造になってるから、本当に、うん、肌当たりが優しいし、変なストリーク筋もできないし、綺麗にブレンディングできます。なんか、うん、今まで発売されてた歌舞伎ブラシとなんか使い心地何が違うかなっていうと、なんかそこまで今感想として出てこないんだけども、でもまあ綺麗な仕上がりです。なんかね、クリームチークとかつけるときとか、ね、良さそう。そしたらコンシーラーなんだけど、コンシーラーもね、前回と同じザ・セムのカバーパーフェクションティップコンシーラーっていうやつです。私のカラーは 1.5、 これを使ってきます。特にこれを使って、なんだろうな、カバー力はある、うん、あると思います、うん、うん、使い心地、やっぱり私はエイジリワインダーの方が好きかなっていう風には思うな。好みだよね。これを、ほんとね、これまた結構大きくない？これも6プラスから送られてきたんだけども、これはね、ラテックスフリーのマルチファンクショナルメイクアップスポンジ、こう2個セットに入ってるものなんだけど、こっちの方を使ってみました。かなり大きくなる。かわいいのがね、ここにね、6プラスってエングレーブされてて、かわいいです。じゃあこれを使ってきます。うん、柔らかい。なんか今まで出てた6プラスのスポンジよりも、なんか若干触り心地、もうちょっと何だろう、弾力がある感じもする。使いやすいです。うん、今まで出てたのと比べるとどうだろう、今までの方が私は柔らかくて好きかな。こっちも柔らかいんだけど、なんかよりなんだろうね、バウンスする感じがする。洗う時とかどうなんだろうな、ちょっと使い続けてみようと思います。この後ろのね、平面お尻があるのがいいよね。はい、そしたらパウダーでセットをしていきたいと思います。パウダーはこれはね、新しい商品、こちら、キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー。私のカラーはこれ MO ってやつかな、です。これね、ずっと気になってたんだよね。でもなんかなかなか使う機会がなくて、おお、結構ブラシで使うと
粉飛びする感じがする。うん、かなりマットな感じになって、まあなんかそこまで毛穴埋めてくれるっていう感じはしないんだけど、うん、悪くない、悪くないよ。カラーもいい感じです。そしたらブロンザーも特に新しいのないので、ウェット&ワイルドのフォトフォーカスプレストパウダー、私のカラーはこれはね、これはゴールデンタンっていう結構ナチュラルめな方でブロンジングしていきます。チークもこれ新しいです。こちらスリーコンセプトアイっていうのかな、私初めて買ってみたんだけど、スタイルなんだのフェイスブラッシュのローズベージュっていうカラーです。なんか今ベージュっぽいカラーワントーンモノトーンメイクみたいなテーマのラインが出てて、その中のブラッシュです。すごい綺麗だったから、その中の一番ちょっとピンクっぽいカラーを購入してみました。あ、綺麗綺麗。すごく一気にねバンっていう風に色づくわけじゃなくて、ビルドアップできるようなベージュすぎずピンクすぎずっていう感じの、すごくね綺麗な色です。おしゃれなヌードベージュピンクみたいな感じ。いいねいいね。はい、そしたら顔全部先にやっちゃおうかな。ハイライターはこちら。ハイライターはザ・バームのメリールーマナイザーっていう、かなりね昔から出てるハイライトで、すごくハイライターの流行りの本当に先駆者みたいなハイライトなんだけれども、私ね使ったことなかったの。この間 Amazon で見つけたからちょっとポチッと買ってみました。これはなんでみんな綺麗って言って買ってたのかわかるね。むちゃくちゃ綺麗なシャンパンゴールドです。綺麗。そしたら眉毛は店のこのブローパウダーの02番とブローマスク、アイブローマスカラの4番、こちらで仕上げて戻ってきます。はい、じゃあそしたらやっと目元に入っていこうと思います。目元はこちらセサンヌから発売されたトーンアップシャドウの06番オレンジカシスです。私このシリーズ大好きで、特にゴールドが好きかな。セサンヌのアイシャドウの中でも結構ね色がすごく発色がいいタイプのアイシャドウで、セザンヌでアイシャドウ買うんだったらこれをね本当にねおすすめします。でその中からオレンジが出たのですっごいね楽しみにしてました。じゃあ早速どうしようかな。じゃあまずこのオレンジをまぶた全体にのせていこうかな。うおー綺麗、やったねセザンヌ。
おお。そしたらこのカシスブラウンで目元をより引き締めていきます。マスカラをして戻ってきます。はい、戻ってきました。すっごいナチュラルな目元なんだけど、このなんだろう、オレンジだけこうふわっみたいな感じの、こういうナチュラルなルック、なんか春に向けていいんじゃない、いいんじゃないかなと思います。そしたらリップ、リップはこちら、不老富士から出てるリップ38度ってやつなのかな、人気なの今これ。うん、すごくね人気っぽかったので私も買ってみました。なんか思ったより発色しない、しない。んで、ちょっとこっち、YSL のルージュポリプテシャインの15番をつけていこうと思います。はい、仕上がりはこんな感じです。いかがだったでしょうか。今日使ったものはね、結構好きなものが多かったかな。キャンメイクのこのマシュマロパウダーすごくいいっていう風に聞いてたから、期待値がすごく高かったからかわかんないけど、なんだろう、そこまでおおいいねっていう感じではなかったのがちょっと残念だったかな。このスタイルなんだ、このブラッシュすごく気に入ってます。つきすぎず、つかなすぎず、いい感じのこなれチークみたいな感じの作れると思う。すごく綺麗な色。ザ・バームのメリルーマナイザー。これね、やっぱりね、いいね。うん。この3色のトリオのやつもあるんだけど、それも気になってて、今度ちょっと使ってみたいなと思います。うん。めちゃくちゃ綺麗なハイライトです。この不老不死のやつはちょっといまいちわかんなかったな。これはどうなる予定なんだろう。うん、色がねもうちょっと綺麗につくことを期待してたんだけど、なんかみたいな、ちょっと引き続き使ってみようかなとは思います。でセザンヌのこのオレンジのアイシャドウめっちゃ綺麗だった。今日は、これをね締め色でカシスを入れたんだけど、でもねやっぱりオレンジ一色単色で仕上げるような感じの目元にしたかったので、本当にちょっとしか入れてなくて、うん、こう下まぶたにも上まぶたにもわーっていう感じで入れるとすごくね綺麗な春色オレンジな感じになるんじゃないかなと思います。めっちゃ綺麗。すごく綺麗なオレンジです。使いやすいと思う。YSL の15番は前から使ってたんだけど、多分動画では使ったことないかなと思うんだよね。なんかこれだよね、確か婚活リップとかって言われてたやつ。ちょっとねミルクっぽいコーラル系のピンク、オレンジじゃないんだけどね、ちょっとコーラルっぽい、感じで、すごくね綺麗なカラーで好きです。なんか本当どんなメイクにも合いそうな感じで、こう一気にこう華やかに、さらっと華やかにしてくれるので、オフィスにもいいと思うし、おすすめです。はい、今日の動画が皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。